熊本県内では阿蘇市、産山村、高森町、朝霧町で震度4、熊本市や八代市、山鹿市などで震度3を観測しました。震度4を観測した阿蘇市では市の職員が地震発生直後から集まり、被害の状況などを確認していました。情報収集に今努めているところです。また明るくならないと全容が分かりませんので、明るくなってからまた情報が入ってくるかなとは思ってますけど。県の危機管理防災課によりますと、今日午前11時現在でこの地震による被害の報告はないということです。先ほど地震があったんですけれども、はい、その時はどちらにいらっしゃったんですか？家で寝てました。横揺れでちょっと時間が長かったみたいですね。余震が心配ですね。やっぱ熊本の時は28時間後ですか、だから明日の夜がまたちょっと心配かなという頭は残ってますけど。気象庁は揺れの強かった地域では1週間程度最大震度6弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。